はい、どうもデュアリティオガニーです。今日する話はですね、ちょっと本当にあった怖い話みたいな、うどん屋であった怖い話みたいなのをしようかなと。テレポートファミリーっていうタイトルになってると思うんですけど、おとといですね、もう夕方のもうほぼほぼもう昼のピークも過ぎてお客さんも少なくなった夕方に、3人組の家族が入店したんですよ。で、そのままテーブル席に座って、しばらくしたら呼び鈴が鳴ったので、私が注文を取りに行って、で、その注文を厨房に通して、で、しばらくして料理出来上がったので、その料理を持ってその家族のもとへ向かったわけですよ。そしたらそのテーブルに行くと、まず人間が誰もいない。でも財布とカバンは置いてあったんですよ。怖いな怖いなっつって、どこ行っちゃったんだろうと。ふと隣のテーブルを見ると、3人座ってるんですよ。でも入店してきた時に顔を見てなかったんで、この人たちっぽいけどなーって、も違ったらどうしようみたいな。でもその3人、何も食べようわけでもないし、一応聞いたんですよ。もしかしてお客様、こちらの席から移られましたか？そしたら、その中の一人が、そこにいた女性はトイレに行きましたよって言ったんで、あれ？じゃあ違うのかなって。じゃあ今自分が持っているこの料理は誰のなんだと。怖いな怖いなっつって。で、その反対側の隣の席に女性が一人座ってたんですけど、その女性のことを言ってるのかなと思ったんですけど、その女性別に普通に座ってもう食べてるんで、うどんを。謎は深まるばかりですよね。でも一応その隣の席にいた3人組の方に、料理をこれとこれとこれですって説明したら、受け取ったんで、じゃあこの人たちで正解なのかなっていう。でも席移動したか聞いたら、ちょっとよくわかんないこと言ってたんで、ちょっと謎はちょっと引っかかったままですけど。で、3人分の料理持ってったあたりで、その3人組ちょっと騒ぎ始めたんですよね。カバンがないとか、財布がないとか。そこでやっとファミリーは気づいたんですね。3人とも個別に、トイレに1回行ったみたいなんですけど。で、トイレから出て、そのまま席に戻った時に、もともと自分らがいた席じゃない席に座ってるっていうのに3人とも気づかなかったっていう、恐ろしいですよね。だから当然こちらが席移ったか聞いても、本人たちは無意識に席移っちゃってるんで自覚がないわけですよね。で、財布がない、カバンがない、言い出したんで、あちらですよ、あちらに財布とカバンございますよって教えてあげて、っていうお話です 無意識に席をテレポートしちゃったっていうお話でした。ありがとうございました。もうちょっとなんかな、怖いテイストで喋ろうかなとか思ったけどな、こんな話を真面目に稲川淳二的な話し方で言ってもな、面白くねえなと思って、普通に喋る形で喋ったんですけど、そこまで面白くはない。